マニー大橋のマニーはマニアックのマニーです。今週のうんちくです。さあ、トム・クルーズの主演最新作バリー・シール、アメリカをはめた男、楽しみなんですが、皆さん10月6日って何の日か知ってますか？実はこれですね、トムの日なんですね。トム・クルーズの日なんです。なんで10月6日がトムの日なのか。実はこの日はパラマウントさんがですね、ミッションインポッシブル3の DVD を発売した日でもあり、10月6日16トムでトムの日なんですね。実はそんな記念日があったということなんですが、でそんなトムの日というのがね、あるぐらいやっぱり日本ではトム・クルーズ人気がありますし、まあ、親日家でね、まあ、20回以上来日もしています。日本が大好きなんですね。そんなトム・クルーズさんの最新作、ね、ミッション・インポッシブルシリーズの最新作も楽しみですけれども、今回どんな演技を見せてくれるのか楽しみなところでございます。